決戦のレース展開で始まりました準優勝戦です5日目のボートボーイカップまだこの時間帯もスタートライン付近少し横風が中心という状況です11レース2つ目の準優勝戦を迎えていますバックテレッジ側に移りました6人このレースも動きはありませんコースはなりの体勢です内爆勢がターンマーク近ゆっくりと近づいていきます 予選2位の勝ち上がりとなりました絶好枠で登場は地元豊富の寺田師匠昨日連勝ゴールここにきてだいぶ動き上向いてきた感があります1コースに1番の寺田続く2コースにはここまでオール3連敗継続中です2番の藤岡俊介こちらも予選をリードしてきた1人2番の藤岡一方3コース3番ヒエ日枝誠也は前半戦で連帯途切れました 4コースの角1には4番の平野和明予選では3勝マークとこちらも決め手は光りましたそして予選最終日インパクトありました5コースに5番の石川哲秀6コースには徳山3選、戦優質まであと一歩というところ6番の間野勝則大外枠どう乗り切るでしょうか新入体系はインコースから1番、2番、3番4番、5番6番です スタートしましまたいやいやただっのはコースさあ1コースからは1番の寺田も少し伸び返す感じで逃げ展開に持ち込んでいく1番の寺田マークリンク3番の日枝は届かず打ちをつく2番の藤岡差しもあと一歩というところ届きません。 1>, 1番の寺田逃げました2番手、2番の藤岡の後ろ内から4番の平野外から3番、比江田が並びかけようというところスタートは前提、正常ですさあ、内から上がってきた4番の平野2番手は水泳先に丸もここは2番の藤岡、差してかわしました。 差し切って2番手、2番の藤岡一方、この後ろは4番、平野の外3番の日枝が並びかけるさらに内から6番の間野も追い上げてきています3番手争いは一気にコンセント変わりまして2周の1マーク内から6番の間野これを外を回って4番の平野がかわす差し遅れました3番の平枝は交代ですここで3番手4番、平野が一気に抜け出して上位3艇は1番、2番、4番です 算定審査番番番番番手手に6番の間のののの平は5番手までで交代最高峰5番の石川追走です2週の2幕先頭は1番番番番でで最終すはの寺田翔、2番手が2番の藤岡、番番番このレースは内枠の2人が順当すんなりという展開になりました。 最後のバックテレッジに移りまして、3番手変わりません。4番の平野、この後ろ4番手6番の間野とはまださが4点振動、広がっています。これから最終ターマークです。2連単は1番、2番の組み合わせは1.6倍の2。3連単1番、2番、4番の組み合わせ5.8倍の2。人気サイドの決着でまもなくゴールです。先頭1番、寺田合輪。 2番、藤岡五輪4番、平野五輪6番、3番の順で五輪5番、石川五輪。